しかったです、あ嬉しい、楽しかったって言っていただけるのが一番嬉しい、ありがとう。もちゃんぱんの一緒に歩けてよかった、一緒に歩けて嬉しい。目薬さしてねって思うじゃん、もう目薬苦手なんだよね謎に目薬させない人間なんです。グッドモーニング、ありがとうございます。私がめっちゃ見やすい席で嬉しかったね、本当に嬉しかった。今日の MVP はエジプトの壁画あのまあそうだね、 MVP にしとこうかな、本当にね、あのある意味ベルちゃんに裏切られたくらい私一生懸命壁画マツさんはリリカ様に何かあだ名つけてもらったの？あのね、リリカ様はね、萌のことはもっちゃんって呼びたいらしい。だからなんか面白いやつなかった、ポッポちゃんとかなかったあとなんだっけ、ルアーシだからアシちゃんとかさなかったんだよね。なんか萌のことはなんて呼んでくれんのって聞いたら、もっちゃんかなって言われて、みたいな。そう、本当にこんばんは、アシちゃん面白かったね。アシちゃんめっちゃ想定が、そうあのリリカの、リリカにあのニックネームをつけてもらおうって、あのいう企画はね、私たちで考えたんだよ。もうこれは天才だと思ったそのままだった私。あ、ありがとう、グッドモーニング。モノマネ楽しかった、あ、よかった。そう、モノマネはリリカの提案だったの。お、岐阜県からこんばんは、お、こんばんは、ありがとう。あのモノマネはリリカの発案で、これもこれで天才だった面白かった、めっちゃいいのからだみんなモノマネうまかったよかった、ぜひまだ見てない方は見てみてください。あの3期生みんなそれぞれモノマネしたのでさっきマーボー麺食べてきた、多分同じやつ、え、多分同じやつそれ広公園世界の人の指差し、ありがとう、 ありがとう。そう、あのもう世界の人へでね、みんな一緒に幸せになろうの時に、あの下手側のなんていうの、前のブロックに向かって指させるから、もうあっあなたって思いながら指を指すんですよね。こんばんは、声お疲れ様です、ありがとう、嬉しい。モツさんのチュン姫のモノマネは受けた、本当に似てたあの私ハルチュンのモノマネをしたんですけど似てましたかねお、前の席にもっちゃんは、あ、そう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 、今日はね散らばってたごめん、前に固まってもらうことはできなかったんだけど散らばってたそんな感じでした。ちょっと惜しかったね、前にももちろんいてくださったけど、ちょっと後ろにもいた方がいた、もうちょっと、あとちょっとだったお、似てた？よかった、こんばんは、今日もたくさんです、ありがとう、あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、あのね、もうたくさんみんなと目を合わせてるんだみんな気づいてるかな。夜公園 DMM で靴下が落ちてきたのは確認できた。そう、最近さ、昼公園も夜公園も落ちちゃうんだよね。なんかね、ちょっと前までそれこそ夏希が言ってたみたいに靴下のサイズがね小さくなったの。でもなんかちょっとサイズ変わったみたいで、また落ちてくるようになっちゃったわーん。ソックタッチとかねつけるんだよ、あのノリみたいな、え、意味ないの、
私多分動きが激しいんだよね。あの最近ねパーティーで落ちてくるから。何事だよね。いや分かる分かる。ただなぜかパーティー終わってパーティーって言ったら、であのなんかデレレレンデッデッデッデンってDear My Teacherのイントロ入るじゃん。で足元見るじゃん。いや落ちてるんだけどみたいな。いや本当に右足だけで。そうなのよ、右足とか。え、さ今日左足も落ちた気がする。ちょっとなんでだろうね。あ、グッドモーニング、同じ空見上げてこう、ありがとうございます。どんな靴してもルーズソックスになっちゃう。足が長くてスタイルがいいから、そういうことにしとこう。嬉しい。ソックタッチは汗で溶ける。え、そうなの。ソックタッチにそこまでね執着して見たことない。あのそうなんだ、溶けるんだね。なんかね、あのソックタッチしてもそうなんか落ちてくるんだよね。初めてもっちゃんは上手側で見れた。あ、よかった、嬉しい。あ、そっか、結構下手にいること多かったもんね。てかほとんど初めてって、そういうことだよね。よかった、記念すべき神で、そういついると思って嬉しかった。おっちゃんまた男女コンペした。あ、ほんとだ、今男の子の杉本萌えの旗持ってる子だ、嬉しい。そうだ、今日さあの NGT がのなんだっけ、なんとかデーじゃなかったっけ、それは関係あるんだっけ、なんかなんだっけ、なんだっけ、そうそう、フィーチャーで、それそれフィーチャーで。今ねフィーチャーが出てこなかった。そう NGT フィーチャーでだからっていうのもあるのかな、ってことにしといていいのかな。そういうことだよね、きっと。こんばんは、グッドモーニング、おねえさら見上げてこう、ありがとうございます。さあ今日なんとかでフィーチャーでフィー口の形定まらない、フィーですね。だから前歯に下の唇はフッフーみたいな感じで、フィー。これでいこう、フィーチャーで OK。 Are you ready? フィーチャー。急に英語の授業始まったよ。イエーイ。そう、めっちゃネイティブに。グッドモーニング。ほんとね、何の講義って感じでね。口笛を吹くかのように。フィーチャー。言えてない。地面に言えてないのは、あの、ノータッチでお願いします。え、ちょっと待って。今思い出した。ライトつけてない。大変大変。ライトをつけてないよ。ライト、ライト。ライトオン、ライトオンをするよ、するよ、するよ、するよ。それではライトオン、ナイスライト。もはや定番だよね。あ、知ってた、ライトついてないの知ってた。そう、何気にみんなにナイスライトオンって言ってもらいたくって、配信始まるまでにはつけないっていうことも考えてるんだけど、それでも話し始めると忘れる。本気で忘れちゃうよねっていう。本当はみんなに言ってほしいの、あのナイスライトって言ってもらうために配信中につけたいのと思ってるんだけど、やっぱりさ、あえてスタートでついてない。そう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 。そしたら自分も忘れてしまう。開始5分くらいまでには頼む。え、そうだよね、普通そうだよね。だって配信って明るい状態でやりたいもんね。ナイスライト、やった、ありがとう。ナイスライト、センキュー、センキュー。ナイスライトって言って言いたいって思うけど、話聞いてるうちに忘れる。
ね、そうだよね、私どんどん喋っちゃう。今日キラキラもっちゃん見えたから、月曜日夜勤から火曜日昼、そうめっちゃ大変、頑張ろうね、一緒に頑張りましょう。お、今日の声ありがとうございました、グッドモーニング、ありがとう、やった、負けずにコメント頑張ってる、そう本当にありがとう。いつからかしゃっくり出た物心ついた時からさ、なんかコメントがすごく流れが速くなっていまして、すごいたくさんの方がたくさんコメントしてくださるのって本当にありがとうございます。楽しったらありゃしないだからもう嬉しすぎました。お、今日もひれありがとう、完全に好きが溢れました、溢れちゃえ、溢れて溢れて、次は何になろうかな次は湖まで発展しようナイスしゃっくり、イエーイコメントも手拍子もだんだん早かった、そうなんか今日地味に早かった、皆さん手拍子お願いします、笑顔にとか本当はね笑顔に慎重にくらいかな、これくらいだよね多分ね。でも早いんだよみんな、ね、でもすごい嬉しい、卒業じゃない、お正月公演が理想的、あー確かにお正月公演ちょうどね、よかった、それこそあれじゃない、こう萌のこの手拍子の感覚っていうのかな、見本お手本をご存知の方が多かったから、多分ゆっくり見にしてくれたんだよねお、マックの時のベルちゃんの癖がつい、ちょっと気づきました、今回のマックス夜公演のマックスの一番最後だけこれみんなでやったからね、一回見てみて、一回なんだっけ、アーカイブ配信されたらぜひとも見てほしい、みんな首もげそうな感じで頑張ってくれ、本当に面白かった、みんな綺麗だったよ、こういう時だけさっき言って息合うよ以心伝心ゲームやら山手線ゲームやらで一切息合わないくせにこういう時だけ息合うの分かった、角度も速さもこのキレも全く一緒だった、いやーさすが3期って感じだったよねびっくりだよね本当に3期さんやるときはやるの本当にひろくんお疲れ様でした、 ありがとう、ね、本当に面白かった、大事な時だけ気が、そう大事な時だけ、うん、大事な比重がおかしいんだよねきっとねベルちゃん曲中に爆笑してえだよね、なんかさマイクにさ笑い声入った気がしてにじーんってくるみたいないや笑うな笑うなみたいな、でも萌も笑っちゃった本当にね、そういうとこだよね、でも好きですそういう3期生、仲間が面白くてよかった、ね、NGT の伝統早くも受け継いでる、うん受け継いでるわグッドモーニング見ようとしたタイミングの時に足元映して、あそうなの、映ってなかった、もしかして推しが優派なんですが困っています、どうしたらいいですかえ優派を推して困ってる、あ何萌に惚れちゃった萌にもっと惚れちゃえいや好きにさせちゃおうっと、へっへっへ富士、富山出てこなかったのが悲しかった、あそっか、そうだ確かに富山って言わなかったよね、誰で詰まったっけ、山手線ゲームのリリカだっけ、リリカか誰かで詰まったよね、でダメだった、リリカだったよね、そうだよね、リリカがまさかのまさかの都道府県が言えなかった
あの惜しかった本当に。でも前回もやったからね、都道府県。ちょっと都道府県勉強し直そうかみんなで。以心伝心ポーズも面白かった。お、よかった。もめはゆきちゃんともえちゃんとってます。お、嬉しい、ありがとう。やった。今日のもえちゃん笑顔がかっこいいって可愛かった。あら嬉しい、ありがとうございます。はるちゃんは客席に聞いてきたマジで本気で言ってる。え、どういうこと。はるちゃんがお客さんのその客席の方に、皆さんに向かってってこと。え、何があるみたいな。初めて知ったんだけど。びっくりびっくり、そうなんだ、初耳。え、それめっちゃスケブに書いて教えてって。いや、ちゃっかりしてんな、声出せないの分かってるもんね。そうでね、教えてって言って声出るわけじゃないもんね。だからスケブに書いて教えてってこと、ね、いや、さすがだわ、はるちゅん。すごいね。こんばんは。ありがとう。もっちゃんのアメコミツイン公演後もバッチリ崩れてないんですけど、そう、崩れないんです。これめっちゃガチガチにここでピンで刺さってるからいっぱい。そういうとこは頭の中に入って、ほんとだよ。そこは頭の使いどころじゃないよね。スケベで教えてまで頭が回るんじゃなくて、都道府県をちゃんと頭で覚えなさいみたいな。そっちだよね。確かに。はるちゃんおもろいわ、ほんとに。はるちゃんこっちも巻き込んでくれるから、さすがに。いや、巻き込み方どうした。それ、巻き込んでるっていうか、こき使ってないから。教えて。いや、でもそういうとこだよね。はるちゃんの愛されキャラってそこだよね。ほんとに。心配なくらい面白い。ほんとに、ほんとに。髪型変わってから髪型変わったメンバーいるね。あ、そう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 、髪型変わったメンバーもいる。萌えは変えなかったんだけど、スタッフさんと相談しても自分と相談しても、いや変える必要性なくないみたいな。そこの結果に行き着いてこれになりました。デル公園のもちゃんの桜の花びらたち最高に笑顔がかわいかった。わ、嬉しい、ありがとう。嬉しいな。47都道府県の場所と県庁所在地言えますか。わ、大丈夫かな。どうだろう、言えなくはないかもしれないけど、言えるかわからない。もちゃんもツインテールにしてみれば。あ、ね、なんかさ、今ね、そう、壁車の髪型を変えなかった理由の一つとして、まあ、変えなくてよくねっていうのもあったんだけど、公演とかいろんなステージに立たせていただくときに、壁車と今一緒の髪型をしなきゃいけないのね。ってなると、なんだろう、踊りやすさとかを考えなきゃいけなかったので、これはなんか前に髪の毛来ないし踊りやすいからこれだなっていうのもあって、だからもし壁車じゃない髪型していいよってなった時は、ちょっとついてるとこしちゃおうかな。しちゃおうかな。しましょう、しましょう。お、ゆる公園から帰宅、今日は楽しかった、ありがとう。あ、ありがとう、見つけました、ありがとうね。パーティー衣装の壁車になって、とてもアイドルらしい足になった気がする。あ、確かに。この前ってか、一つ前の髪車はあれだもんね、制服衣装みたいな、赤のネクタイつけて、シャツ着たやつね。確かにね。今の話とか聞いてると、木曜日の公演がもっともっともっとかな、楽しみになって、今から若々の緊張が止まらない。わあ、嬉しい。萌ちゃんはサイリウムは黄緑水色だよね。そうです、ありがとう、覚えてくれて。そうです、黄緑と水色です。踊ってる時に髪がなびくの素敵です。あ、嬉しい。そう、それもね、考えても、なんか下ろしてた方がこう髪にもさ、なんていうの、髪の動きも出るじゃん。そうなったらやっぱさ、それはそれで良さが出るだろうなと思ったんだけど、なんか普通に下ろすとっていうのかな、
こう耳かきとかだとやっぱバッサバサ来るらしいのね。なんか他の子は耳かけだけとかっていう壁紙の髪型を一つ前までやってたから、それが本当に踊りにくいらしくって、だからこれにしたそこそういうことまでね考えてるんですよね前に気づいてくれてありがとう。もちろんありがとうね、こちらこそ来てくれて。長いポニーテールはターンの時に武器だよね、絶対星武器だよねわかる。もう何回もポニーテールアタックいろんな人にしてきたから本当に私ね、普段なんか学生だった頃じゃないね、地元の学校とかに通ってる時とかもずっと本当にあ、狂気か、武器じゃなくて狂気ね、確かに狂気だわポニーテールずっとしてた人だったんだよ。したらトントンって萌えちゃんとかって言われたら、んってなったら、こっちの言ってこっちにいた子にガサーンっていたごめんっていう子がね、本当にある今日もおっちゃんがいるのちゃんと気づきました、ありがとうよかった、いた、ちゃんともうステージいたかな、よかったよかったおっちゃん背が高いからちょうど他の子の顔面に、そうな、顔面に行くの、本当にそうなのよ。だからなんていうの、だからもうそれこそ本物の狂気夜公演のお見送りでナベさんにすごって言われましたが、何がすごかったのでしょうか。かっちゃん三個漬けじゃないそれじゃないきっと。ナチュからしたら何いっぱいぶら下がってんだろうってなったんだろうねあ、平子分かった、端っこ、あ、分かんない、下手かな、羽根付きパーカーの青色、あ、なんだろう、鍵締めと言ったらあれか、お見送りってことかな、あ、ごめん、大星さんいっぱいなんて分かんなかった、それも言われる、そうなの、カスタネットたくさんつけてくださる方も増えてきてさ、したらさ面白い光景なの、本当にすごいよ、かっちゃんたくさんつけてくださる方もいて、かっちゃん人口も増えてきて本当に面白いよね。鍵締めは最後のね、そういうことだよね、今日負けの時の感情表現素敵、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいよ、めちゃくちゃ嬉しい、そう、感情表現は頑張ってるので嬉しい。劇場にカニカチューシャ集団とカサント集団が増えていくいや本当にさ、先輩方にもし見られたらどうする、なんか3期生の公演のなんか皆さんの格好大変らしいよ不思議な格好をしてる方多いらしいよって言われたらどうしよう、ね、今日髪を萌ちゃんのセリムカラーにしていきました。やっぱそうだったよね、なんか珍しい色してるなと思ったけどやっぱそうだったよね、嬉しい、ありがとう、たくさん写真撮っといてほしい嬉しい、研究生公演黄緑水色で入ればいい、お待ってます、お待ちしてます、ありがとう、もう一度のパフォーマンス好き、あ嬉しい、本当に嬉しい、あそう、あとおにぎりの被り物してる人います、おにぎりとカニとカスタネット、何事本当に某コンビニのカラーでね、本当にカタ足で立つときピシッと止まってて、あ、ピュンピュンかな、そうピュンピュンの時ね、ピュンピュンの時はね、ちょっと前に父親と会った時に、なんか最近ピュンピュンの止まり方が緩いって言われて
もうちょっとピシッと止まってみなよって言われてから、もう何が何でも止まってやると思って、ピュンピュンハカチッ、うん、ここ頑張って、そう、パパさんのダメ出しそこだった。なんかもうちょっと感情込めてとか、歌がどうのとかダンスがこうのじゃなかった、ここ止めてあ、そこね、あ、わかりましたね面白かった、ね、なんかもうそういうね、きっと直目の仕方もそこなんだろうね、きっとね。なんかやってやんよと思って固定しました、ここで。夜の変身、あ、かっこよかった。あ、そう、夜の変身はね、あの変な、変で元気なポーズ変で元気なポーズっていうのがあのコンセプトでした。つなぎきてこの見つけてくれました。え、そう、嬉しかった。結構決まってたぜ。お、よかった。そう、キャッキー目でやる、ひゃー、夜声のお見送りでめっちゃ光ってるって言われたけど、あ、そう、それがね、かっちゃんかっちゃんにね、あのね、公演中ね、ライトがね、あの反射した時にね、光るのあ、光ってると思ってすごいね、可愛いの。かっちゃんがね、ここにいるよって、この辺でね、キラキラしてんの。え、なんか別に気になるほどじゃないの。萌があの、あえて見てるからなんだけど、あえて見てる時にキランキランキランって光ってるの可愛いよ本当に。え、別に全然気にならないから大丈夫なんだけど、そう、むしろ、あ、かちゃんいるいるちょっと首にかけてもらってるんだと思ってそう、眩しい、まばゆい輝きを放ってましたかちゃんでした。もうそういうとこも大好き。もう反射で光った。あ、そうだ、一つここでちょっとお知らせを。今時間大丈夫だよね、44分。 OK、 大丈夫大丈夫、よし俺の頭の中に入れて大丈夫です、それはないです。はい、あ、間違えた、おしゃ、おしゃみりかい、あ、間違えた、どっちも反対だった。これだってね、これだって、これだってる、はい、おしゃべり会の、おしゃべり会の、じゃーん、今回の最近だからね、公演でも来てくださる方もたくさんいらっしゃって本当にありがとうございます。ぜひなんか公演の感想とかでもすごく嬉しいですし、なんか普通にただ単に会いたいって思って来てくださるのも嬉しいですし、もうなんだろう、なんかね、この前も言ったけど、ちょっと昔の声まで聞いてくれよとか最近こんなことあってさとか、いや健康診断がさとか、もう本当にそんな感じでぜひとも、あの、何でもいいんです。そうそう、聞きたいんだよ。そう、だからみんなのさ、声をね、聞かせて。健康診断かなんか。何でも、何でもいいわ、本当に。だからさ、子育て相談でも本当に何でもいいの。そう、だから、何でもぜひ話に来てみてください。あの、テンション的にはこんな感じなの。普段の配信と同じ感じ。なんならそれよりちょっとテンション高いかもでもその方の話のペースに合わせてるつもりではあるんだけどね、こうゆったりおしゃべりの方が、なんていうんだ、会話が楽しくつながりやすい方だったら、ゆったりめにしゃべる時もある。あれ、買いました、あ、ありがとう。そう、オフラインもあるんです。あ、じゃあまず、明日の14時まで、明日の14時までなんですけど、明日の14時までにがね、2月4日のが最終受付なんですよね。そう、2月4日が明日で最終受付なので、この時は豆は投げるなよ、投げるなよさあ、どんなのでしょうかっていうね。よし、オフライン、そう、皆さんなんかありがとう。オフライン、じゃじゃん、
2月19と4月22東京と大釜でやるんだけどね。こちらはですね、2月19はバレンタインデーと、あまあまかしら。そしてなんとミニスカも。オフライン飲みでもいいですか？もちろんです、ありがとうございます。そう、オフラインもマジで嬉しい、ありがとうございます。たくさん話そうねえそう、ミニスカを履いたりとか、珍しいちょっと 甘い感じのスースーする服だからスースーする服着ます。はい、そして4月22大釜なんですけど、はい、ここできた萌えセット、初登場萌えセットですね。あとは制服と私服を聞いていきたいと思います。公演のみでもいいですか？もちろんです。その嬉しいんです、本当に。でもよかったら、あのおしゃべり会では1対1でしゃべれるから、ぜひとも会いに来てください。ぜひぜひ。今回オンラインめちゃめちゃ短く感じますよね。だよね、15秒とかさ、なんか結構枚数買ってくださる方も多くって、あの本当にありがたいことに15秒以上をお話ししてくださる方も多かったんだけど、それでもあの短いなんだろうね、もうさ、喋りがさ、みんなと喋ると楽しくなっちゃってさ、時間忘れるんだよ楽しくなっちゃって、本当に。萌えセットは荷物少ないですか？そうですね、あのポキモトさんでしたら、ポキモトさんのジャージをそのまま着用してきていただいて、あのポキモトさんの清掃姿で来ていただいたら、あとはジャージ、あのカニマイグルを外していただいて、そこにカスタルトを持っていただくだけで、あの萌えセット完璧ですのであのぜひそちらかしこまりました、 OK ですね。基本あのポキモトさんの清掃で大丈夫だと思いますなんもあってももうちょっと話すと足りないです。それそうなの、老後しゃべり会だろうが老後しゃべり会だろうが毎回足りないって言ってる時間がとかって言ってんよね。結局な何秒だとしても足りない人間なんだろうね、きっとねジャストカスタントです。またね、お話し会の期間が近くなったらまた改めて言おうかな。そう、ビブラート聞かなきゃ。おー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 そう、あれもう終わっちゃうよが定番で、そうで、なんかいつもさ、なんかあのおかしいんだよね、なんかいつの間にか時間終わって、なんかあの萌えたちの秒数で出るんだけど、5、4、え、そう、え、待って、あ、ちょこまちょこバイバイみたいな我に返る瞬間がさ、残り3秒ってどういうことみたいなあのまともにさ、こうちゃんとありがとうございました、またね、また会おうねって言える方が本当に少なくって、なんでみたいな終わり方世話しないったらあれしないの、そろそろちゃんとさ、あの落ち着いて終われる時になりたいよね本当に。粘りの時間が、そう、延長してだよね。そんな感じなんですけど、それくらい本当にあの私はもう皆さんに楽しんでいただく気満々ですので、え、何がもうね、本当になんだろうね、こういう服装とかでももちろん、あ、前回あの予想の斜め上を行くってやつやったんですけど、なんかみんな大爆笑で始まり大爆笑で終わったんですよ私の格好を見るや否や大爆笑し始めて、まあ、秋おめえとかって始めとしたら、秋おめえのあーっていう前にうわっはっはっって笑ってくださる方多くてあ、ありがとう , 笑ってくれたみたいな、で、あー秋おめえほんとそれくらいのなんか笑いの絶えないっていうか、満足度の高いおしゃべり会を目指しておりますので触れたら負けだと思ってあえて触れなかったどういう戦いしてくれたらありがとう。そう、元気をそう出していただけるように頑張ります。斜め上すぎた皆さん楽しんでもらう気満々ですからね、私。
誰よりも笑顔にしてみんなを皆さんに笑顔になっていただこうっていう気満々なんでぜひご検討くださいはい、ということでごめんね、急に お知らせを挟みました。そう、明日の14時までだったから直接皆さんに言葉で伝えられるのはこれだけかもしれないと思って。オンライン苦手だから悩んでます。あら、そうなの。うん、でもなんていうの、自分のペースでというか、なんというか、無理は絶対にしないでください。もし会いたいなって思ってくださったら、なんかお話何話せばいいだろうとかっていう心配だったら、もうそこはご心配なさらず任せてください話題でも大丈夫よ。あ、そうだ、あとなんかなんだろうね、あとはなんだろう、あとはなんだろうそう、お話しね、あと、そうだそう、なんかお願い事とかあればぜひ言ってくださいね。例えばそれこそニックネームつけてほしいなとかいや、これはちょっとあれなんだけど、もう一円ゼリフを言ってほしいなって言ってくださった方もいたりとか、なんとか愛してるよゲームとかワクワクしないでねそう、子育て相談もぜひぜひ聞かせてください。みんなのさ、恋愛話とか聞かせてよ。恋バナとか苦手な方もいると思うから、ぜひ皆さんから聞き出していただけると何を話そうという、どこで話をぶった切って自分の話にするのか大変興味わからない。普通は逆だよね。なんか何話そうかなって手探りで始まるのがおしゃべり会だよね。私とのやつあれだよね。いつ自分話して大丈夫かなみたいな。それはごめん。じゃあ次はちょっと挙手して。ぜひとも。もっちゃん初オンラインに申し込みます。わ、嬉しい、ありがとう。たくさん話しよう、嬉しいね。そう、挙手制ですから。高速迷子になった。え、詳しくはメールしておきます。お、ということは富山に行っちゃう富山だっけ、石川か、え、どこ行ったっけ、富山であったよね、石川、あ、富山なんだっけ、どこ行ったっけ、萌え、え、萌えは行ってない、違う、富山であったよ、富山か、富山で富山行っちゃえほら、萌のお母さんと同じことしちゃえうん、本当に。あ、55分ありがとう、富山だねある意味聖地巡礼、本当だよその聖地巡礼いらんな気力と体力とお金かかるな、その聖地巡礼な1月のお試しメールのつもり、1月のお試しメールだけのつもりだったんだけどな。おぜひぜひ、私のそのメールね、大阪出張帰りか、あ、そっか、じゃあ大阪だと通んないか、え、大阪いいな、行きたい、もう連れてって、でも出張帰りだからもういないの、行かないのか、行きたいね。あ、待って、そうだ、で今日は10時もうすぐなっちゃうから切れちゃうんだよね、だから早めにちょっと壇上読みをしてきます。じゃあ13位からいきますね。よし、あ、待って、よし、 OK。 13位パックさん、ありがとうございます。12位、男屋さん、ダンヤーさん、ありがとうございます。ごめん、読み方が合ってるかわからないけど。11位、セッテンガーさんさん、ありがとうございます。10位、スミレイロさん、ありがとうございます。9位、キッドモエラインさんさん、ありがとうございます。よいしょ。8位、スーバラの赤ティさんさん、ありがとうございます。7位、Pさん、ありがとうございます。6位、福吉さんさん、ありがとうございます。5位、ハイスノーさんさん、ハイスノーさんさんさん、ありがとうございます。4位、つるさん、ありがとうございます。3位、ローさんさん、ありがとうございます。
2位マーサンさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんです。ありがとうございました。そして今日もたくさんギフトとか、あとお星さんも投げたり、ありがとうございました。応援ありがとうございます。はい、ということで今日は2公演と、あとはこの配信、本当に本当にありがとうございましたね。すごい楽しかった。今日はもうね、たくさんの人とね、目が合ったたくさんの人と目が合ってよかった、嬉しかったね。照れたよっしゃ、照れさせよう思った配信ありがとうね、こちらこそありがとう。じゃあちょっと今日切れるまでこのままにしとこうかなね、お疲れ様です。今日もみんな一日、またさ、まだアーカイブとか見れてない方いらっしゃるかもしれないから、また改めて公演の振り返りとかはまた明日以降とかにも改めて話せるといいなって思った。だからぜひともまた来てくださいね。体のケアしっかりしてください。お、ありがとうございます。そう、今日ね足とね、肩をマッサージしてもらいました。よかったあ、4月22日のオフライン申し込んだ、ありがとう、嬉しい、待ってます、ありがとうね、楽しみだ。よし、じゃあ切れるまでこんな感じでゆったりしてよとりあえずお礼だけ本当に言っとこう。今日も本当にありがとうございました。そして今日一日本当にお疲れ様でした。またね、バイバイ。あ、スクショタイムしてなかった、よし、一瞬秒、せーの、パシャ、さあみんな撮るんださあ間に合うだろうか、ありがとう、イエイイエイ、はい、パシャいけるか、おやすみみんなさあ間に合ってるんだろうかこれはおやすみなさい、またね、ありがとう。